スレーマン2世、スレーマン2世、スレーマン2世は、オスマン帝国の第20代皇帝。第18代皇帝、イブラヒムの息子でメフメト4世の弟、アフメト2世の2位。1642年4月にイブラヒムとアシュブ、スルタンというセルビア出身の女性との間に生まれた。兄のメフメトよりも生まれるのが3ヶ月、遅かった。1649年には、 兄弟のメフメトとアフメトらと共に活稽を受けている。父の崩御後、即位までの40年近く遊兵されていたが、兄のメフメト4世を廃位して、スレイマンを即位させようとする動きは二度あった。最初は、祖母のキョセムスルタンが、自身にとって扱いにくいメフメトを廃して、スレイマンを即位させ、メフメトの母のトゥルハンスルタンの影響力をそごうとした時である。 しかしトゥルハンは、巨セムに資格を送って、彼女を暗殺したため、未遂に終わった。次に、スレイマンを即位させようとした動きがあったのは、1656年に、ベネツィアがイスタンブールを海峡を封鎖をした、混乱の暇だった。しかし、これは露呈して、これを企んだイスラム長老は、流刑され、後に処刑された。 メフメト4世の妻のギュルヌシュスルタンが、息子のムスタファを出産した後、ギュルヌシュによって殺されそうになるが、メフメト4世の母のトゥルハンスルタンによって阻止された。1687年に、兄が大トルコ戦争の劣勢の責任を取りたい、定位を譲られ即位した。即位した後も戦況は、かなり厳しく、1688年に、新生同盟側に、 ベオグラードを占領され、それに交うするかのように、ルメリ州のチプロフチで反乱が起こった。ベネツィア軍にはペロポネソス半島を奪われて、モレア王国を建国されてしまい、ポドリアはポーランドに占領された。スレイマン2世は財政赤字に対応するべく、アルコールの専売制を始めた。アルコールの一般販売は禁じられたが、あまり効果はなく、 居酒屋や自宅でアルコールを販売する者も,もいたという。また、新銀貨クルシュを市場に投入した。クルシュは25,6グラムの重さで、16グラムの銀を保有する。この大型硬貨は、オスマン市場の基本通貨の役割を果たし、1760年代半ばまで通貨の安定に寄与した。スレーマンは、賄賂や娯楽を嫌う信仰を深く正直な人物で、 帝国内の賄賂や暴虐行為に反感を覚えて1589年、キョプリルムスタファパ社を大祭相に登用して管理体制の修復に努めた。ムスタファパ社のもと、1688年に奪われたベオグラードを1690年に奪還することに成功した。さらに、新たに新生同盟に加わったロシアによるアゾフ遠征を撃退した。 在位中の後半の2年間は病床につき、晩年には昏睡状態で1691年に49歳で病で放御してしまった。弟のアフメと二世が後を継いだ。ありがとうございます。